はい、今日はですね、検証シリーズですね。今日の検証はですね、まあ今ちょっとワード話題になってる鼻出しマスクでトレーニングをしてみると、マスクしてるのとどれぐらい楽なのかっていうふうですね、検証をしていきたいと思いますので、まあこちらのマスクを使って、まあ普通にマスクをするパターンと鼻出してマスクをしながらトレーニングする、これでどれぐらい変わるかやっていきたいと思います。体感していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。
心拍数が。こちら160くらいですかね。でこれはちょっと落ち着いてから。心拍数が50台に戻りました。で、ここからまたやっていきたいと思います。ちょっと鼻を出してやっていきます。
体調が悪いのか出てこないですね。全然上がってないんで、さっき110ぐらい出てたんですけど、まあ数字的な結果は鼻で呼吸した方がやっぱり、まあ心肺機能系の部分に関しては負担がだいぶ違いますっていう感じでしたね。まあトレーニング内容が出し切る系のトレーニングなんで、私もきついので多少誤差はあると思いますけど、やっぱり鼻を出すだけでもまあトレーニングの負荷もそうですし、まあこれだけ呼吸がきつくなると集中が切れたりするっていうのも確かにあるのかなと思いますので、まあ人がいる中ではできる限り全体を覆うといいのかなと思います。では検証シリーズでした。お疲れ様です。